はい、佐賀市交通局はこれゾンビランド佐賀とのね、コラボなんてやってるんですね、なかなか面白い。で、今1時43分にあるところで、私が乗る1時45分発の、空港行きリムジンバスは、まあ、そこそこね、待ってる人いらっしゃいますが、まだ来ない。あれ、そこ今来たやつか。いや違うな、普通の路線バスなんですかね。はい、来ましたね。ちゃんと気合入ったバスでしたね。準急佐賀空港行き、おー、なんかいいな。次は駅南本町です。お降りの方はお知らせください。駅南本町の次は県庁前です。 The next stop is 駅南本町。Please press the button if you wish to get off the bus. The stop after 駅南本町 is 県庁前, the prefectural government office. 下一站是站南本厅。有下车的乘客请按响铃。站南本厅的下一站是县厅前。이번정류장은駅南本町입니다。하차시승객은버튼을눌러주십시오。駅南本町다음정류장은현청앞입니다。通過します。次は袋入り口です。お降りの方はお知らせください。袋入り口の次は東岡イオン前です。車内での携帯電話の通話はご遠慮くださいますようお願いします。東岡イオン前お降りの方ございませんか。通過します。次は小籠森北です。次は小籠森北です。お降りの方はお知らせください。小籠森北の次は終点佐賀空港です。本日は市営バスをご利用いただきありがとうございました。お降りの際はお忘れ物のないようお手回りを確認の上お降りください。ありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。終点です。はい、ということで、28分ほどで着きましたね。到着予定確か2時20分だったんですけども、今2時13分ということで若干、装着、まあ道は空いてるというか、もうただただ田んぼの中起きただけという感じ。ここ5時に閉まるんですね、早っ。はい、こちら展望デッキ出てきました。まだちょっとだけ時間があるみたいなのでね、あと17分ぐらいで、まあ保安検査場を通らないといけないんですけどもね。これですね、スプリング。そして上にも人がいる、なかなかいいですな。そっちがもう有明海ですか。はい、ここはもう一段上がある。なかなか良いですな。普賢岳、わからない。そこが多良岳とかですか。こっちは、福岡市方面とか。ああ、なるほど。はい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 。
面白いな。じゃあ北ですね。探し、わからん。目立つビルが全然ないんですが、福岡市も同じ方向なんですね。そしてこっちがまあ、まあ適当に。そして。大分方向は何があるんじゃい？あ、阿蘇山、阿蘇山、わかんねえ。だからもうそんなにね、目立って高い山があるというわけではないんですかね。はい、ということですね。これは来てよかったな。はい、ということでゲート通ってきましたね。なんかかなり少ないですね。30人ぐらいかな、乗る人が。F なので窓際だけど、これは羽にかかりそう。
これより駐機場まで移動します。シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトをお締めのままでお待ちください。また上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることもありますので十分ご注意ください。これより携帯電話など全ての電子機器をお使いいただけます。なお機内での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。皆様お到着ロビーまで連泊バスでご案内します。階段を降りの際は足元にお気をつけください。また携帯電話やスマートフォンなど機内にお忘れになりませんようお降りの際にお確かめください。本日もスプリングジャパンをご利用くださいましてありがとうございました。皆様にまたお目にかかれますようお待ちしております。はい、ということで成田着きましたね。いつものこの競歩コースじゃなくて第3ターミナルから第2ターミナルへの連絡通路、かなり、まあ快適なフライトでね、まあそのお客さんが少なくて、まあ前後から空きというのもありましたし、あとなんかかなり早かったですね。3時10分、帝国は3時10分離陸で5時、まあ、到着だったんですけども、着陸したのが4時40分。まあ、あの行きの、ね、ピーチの場合は、成田福岡で2時間10分あって、それは明らかにちょっとなんか過剰な、ね、時間だから、まあ、装着も、まあ、十分あると思ったんですけども、今回1時間50分のところ1時間半で着いたので、ね、これはなんか、ね、気流の影響とかもあったんですかね。はい、ということでね、まあ、本来間に合わないだろうと思っていた、ちょっと早い列車に間に合うかもしれないので、今早歩き気味で来てますね。はい、まあ、降りた方、まあ、だから全部で30人ぐらいしか乗ってなかったんですけども、私が多分一番早いですねどうでもいい。はい、ということで、まあ、どうせいつものね未公開新集に出ると思いますけども、あ、でも今回は12分ぐらいね着陸の様子を撮ったので、あれ、ね、長回しそのままね、乗せるんだったら、1本の動画になるのかな、わからない。あのね、まあ、調子なんかちょっとそのね、陸地の方、陸地の方じゃなくてその東からね、回り込むような形で、ね、成田にそうアプローチしたんですけどもね、その、調子とかの、利根川河口付近から、まあ、霞ヶ浦の近くを通って、空港までね着陸するという、今日なんか結構遠く見えましたね。あの、もしかすると一旦雨が降ってねちょっと空気が澄んだ状態だったので、まあ、見通し指定が効いたのかもしれないですけどもね。そう、あの動画では映ってないと思いますけども、遠くのあの東京のねスカイツリーのあたりとかも普通に見えてましたしね、これはなかなか良かったな。そう、あの離陸の時とかはね、まあ、あの だいぶというかその雲がねあったりしていまちだったんですけども、着陸はバッチリでしたな。はい、ということで、あと発車まで5分、370m 微妙だな。はい、まあいいや、ご視聴ありがとうございましたかな。